最近整数問題あんまやってなかったんですよね。ちょっと4引く1は3。ああ、そうだ、4の8。じゃあ16。黙ってろ。16引く1は じゃあ田さんどうぞ。はい、じゃあどうぞ。じゃあどうぞ。ということで、たわしさん、こんにちは。まさかこれ、つまらないもんですか。つまらないもの。つまらないもの、つまらないもの。つまらない。いや、もっとつまんなそうじゃん。先にもうどんどん行きます。もっとつまんなそうじゃん。これ何ですか、カステラ。カステラ。文明堂のカステラって感じだね、はい、放送が。え、何、たわしさん、こんなに毎回森田先生のことにお土産持ってるのは、どっかの誰かと違うね。俺に近くで誰も何も持ってないから。今日もおごられてやるよって言ってきて。そう。うな重、うな重。さあ、いいもの。はい、そんなたわしさんにですね、カンタロウさんがですね、本を、あ、ゴーストライターに書いてもらったということで、信じるだろうが。ということで、そうですね、ツイッターとかでやったんだよ。それで、はい、まあ当然タワシさん買ってないと思うので、買ってないですプレゼントしますいいんですか。いいですよ。で、その代わりは東大受けるんですよね。受けます。出たら、出たらとかして、出たらだったら、はい、だったらこの100問、理系の数3の問題がちょっとまあ5、6問あるから、それは除くとしても、それ以外は絶対にやんなきゃだめ。わかりました。絶対やる。絶対やります1日1問で絶対やんなきゃ。今日3分で、ね、でも確実に力がつく。提出ね、はい、提出しないとだってやんないでしょ。提出はちょっと待ってください。提出ね宿題いっぱいすげえ、トイックの勉強全然やんなかった人がすぐに言ってる。嫌いな子はやんないんだよそれちょっと、タワさんだってちょっと考えてるじゃない。スロースクール、トイックもう終わったんですか、ね、え、いや、トイックは、ね、企画が終わった。逃げました。ドントメンション。僕がこれやる代わりにトイックもやりましょう。交換条件でやった方がいい。ドントメンション。アバウトトイック。アバウトスクールだね。はい、そこはしっかり。いつも食べて選んでやってみましょう。今整数問題、先生まで好きでしょ。じゃあこの、ね、九州大学の問題。いや自信ないな紙と鉛筆が用意しとけよ。鉛筆もないです。鉛筆持ってきてないですか。持ってきてないです。だって解くと思わないです常に持ってなくて。いや僕の、はい、ここに来たら解かされると思っとかないと。いやなんかあるとは思ったけれども。絶対あるじゃないですか。カンタロウ先生がいると思わなかった。いや私先生ではないです。カンタロウ。カンタロウ。カンタロウ中退。カンタロウ中退だ。同じ立場。あ、そう、早稲田中退です。早稲田中退です。早稲田中退だかもじゃん。いやいや、それはいい。旧帝大受かってんだね。そう。すごいんだよ。嘘じゃないかと。東北大の。まあ、旧大の大も1個なんだから、まあ、じっくりゆっくりやってください。15分ぐらいかかってみるのよ。川さん、飲みたいのは何ですか。ありがとうございます。コーヒーいただいていいですか。ホットコーヒーを。最近、整数問題あんまやってなかったんですよね。ホットですね。はい。ホット。ホットもっともいいよ。カフェラテアメリカのドリップコーヒー。アメリカのドリップコーヒーどっちですか。俺ドリップコーヒー。ドリップ。ちょっとあんまり見ないでください、はい、先生。見られると嫌だよね。見られると全然できなくなっちゃう。コーヒー飲まないよね。そんなの嫌だ。この人嫌だとか言って今。この人嫌だとか言ってる。すごいわ。プレッシャーがすごい。でもあれだって試験中にこうやっているかもしれないじゃん。いやいないです。いないです。締め出されちゃいます。もう一つできたの。え、わかりましたよ。ちゃんとこれ読めたの。わかる。これ 2N プラス1と 2N マイナス1。互いに、互いに巣、互いに元で、互いにその意味分かるって言ったろ、うん、互いにそのってどういう意味なの。互いにそのっていう君と僕いうのは共通点がないって言った。そう、同じ人類ですよね。そう、ね、犬とか、ね、人間とかそういう関係だからね。え、これ哺乳類取ってるやつですか。取ってんの。取ってます。あ、取ってるんですか。じゃあ、真面目にいいよ。え、倒しに1番見てみて。 N 偶数だからね。 N だから、 N イコール、まあいいや、できないということは N イコール、まあ2なんとか、まあ 2L とかね、 2L とか K とか、高さん K ですけどね。はい、4引く1は3。あー、そうだ、4の8。じゃあ16。黙ったら16引く1は15。おー、そうそんな感じ。そういうことだよね。いや、それでやろうとして、で、うん、そうすると2の N 乗ってなったら N を 2L にしたら2の 2L 乗を引く1。ここまでやったんですよね。やりました。タワさん K だけど、うん、ね、別に何でもいいですけど、はい、僕らもちろん何でもいいんですけど、はい、そしたらこれって4の L 乗ですよね。はい、ですよね。4の L 乗引く1ですよね、うん、で3の倍数かどうかっつってんだから4が、あ、3たす1ですよね。そっかの L 乗引く1で、はい、これはだから二項展開、二項展開って分かんないね。何でしょう、森田先生は世界史武道会みたいな、ね、置いてく置いて合同式に慣れてきちゃうと、もう合同式でこの先3本線でもっと3ね、もちろん3で割ったあまりの話だから、もっと3にして、はい、3たす1の L 乗ってのはもっと3って言うならもういきなり1なんですよ、うん、
引く1は0、0ってのは3で割った余りが0ですよっていう、うん、だからこれでもおしまいなんそうかんで、まあ、もちろん合同式知らない人がこれを真面目に展開したら3の L 乗足すコンビネーション、うん、L1、3の L 引く1の倍1足すってやったんだね。コンビネーション L2、3の L 引く2、1の2乗足す、てん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 きて、で、最後の手前がコンビネーション L、まあ、ここも1点ですからね、これ、なんか L 引く何とかってやる必要があるけど、はい、で、3の1乗、1の L 引く1乗、もちろん1ですよね、はい、足す1だから、はい、この最後の1以外は全部3が含まれてるんで、これは3の倍数足すこの最後の1に引く1で消えて3の倍数ですよっていう。そうっすね、やったことありますね。そういう話ですね。こういう問題、はい、じゃあ一旦モッドさんっていうのが、はい、モジュールそれを言ったところでわからないから、モジュールモジュールを言ったところモジュールかな。あ、間違えた、もしも間違えたらまた炎上どうしよう炎上に怖がるみんなって言われる、うん、意味は何、3で割った余りっていう。だから例えばモッド3って言ったら7って3で割ったらいつですか。余りは、余りは1、それができるね、はい、で4っていうのは3で割ったら1、余り1ね。そういう時に合同4、これ7と4は3を法にして合同ですっていう、余りが等しいですよ。あ、そういうこと。そうするとだからこの、これっていうのはもうこの瞬間3で割った余りはもう1ですよって分かっちゃう。これは3で割ったら余り1です。で引き算別にしても構わないですよ。で0っていうのは3で割った余りが0ですよっていう意味だから、もうこの瞬間にこれは3の倍数ですってことが言えましたって話なんですね。なるほど、はい、じゃ あの解かずに説明してもしょうがないんで、じゃあまた解く時間を与えてください、はい、すごい、工事始まっちゃったタイミングたった今だよねいや今始めた瞬間だよねウィーン、まあいいよ、まあ、そういうもんなんだよ。で互いにちょっとね共通点がない、はい、まあ数字で言うなら共通な約数、公約数が最大公約数が1ってことですね。まあ1はどんな数でも割れるから、うん、1はどんな数でも、もう割り切るから、ね、うん、なんで、公約数が1ですよ、最大公約数が1ですよってことね、互いにそうであることを示せと。じゃあ互いにそうでないってことは1より大きい2以上の公約数があるってことですね、うん、じゃあ2の n 乗足す1と2の n 乗引く1が何か公約数持つと、ね、G っていう公約数持つと、で A、はい、B と、まあ、こういうことですよね。何か公約数があるならば公約数の倍数、公約数の倍数、これらの数がすごいな、ね、GB の書き方はすごいな、 G が上にいってる、うるせえなうるせえな、じゃあちゃんと個性がこの何問だっけ、懐かしい、どこ行っとく、うるせえ黙ってろったくでまずこの2の n 乗足す1と2の n 乗引く1って、あの整数問題の時に偶数か奇数かに注目することって常に大事で、はい、これ何ですか。これちょっと待ってね、画角見てずっとカンタロウさんの顔が可愛いですね、可愛さんで隠れてるっていういや俺の方がでかいからちょっとはみ出るでしょ、しましょうか、すごい画角、タロウさん映ってるのこれで、あ大丈夫です、こうやればいい、顔が綺麗、日の出がこう出てる感じあんまりついたくないできてないからもうで奇数ですか、はい、偶数ですか。奇数ですよね。奇数ですよね、はい、これ奇数ですよね。2の倍数と1なの、はい、2の倍数引く1だから、うん、ってことはこれ要するに隣同士の奇数ですよね。あ3と5とか、まあ、まあ3にはならないですけど、あなるかこっち3になる、はい、3と5とみたいな、はいはいはい、でまあ互いにそうだということを示したいんで、とりあえずこういったわけわかんないやつは消えちゃった方がいいから引き算したいとなりますよね、はい、と2イコールでもちろんくくれますよね、 G で A 引く B って、この瞬間 G が何であるってことか、これ GAB 全部整数なんで自然数なんで、うん、G はこの時点で1か2ですよね、はい、で2って1かけ2なんだ、はい、1かけ2か2かけ1しかないですよね、はい、で今これって奇数なんですよね、これ両方とも奇数ですよね、はい、奇数が2入っていいですか。ダメです。ダメだね、ってことはこれダメですね、うん、はい、ってことは最大公約数が1ですよ、すなわち互いにそうですよということになります。はい聞いたらすごい分かった、はい、分かる、確かに基本な問題ですね。じゃあ、カッコ様はカッコ1とカッコ2を用いてだから、はい、もうじゃあ一応カッコ1とカッコ2はできたと、はい、いうことでまた時間を取ってカッコさんやってくださいよ、最後は頑張って。
ってない2度目の解説あ、もう撮ってんの撮ってますじゃあここから、まあはいまあ、今ちゃんと、はい、はい、今ちゃんと今ゴーストライターの答え確認しましたタちゃんね、はい、で、まずこれね、はい、この問題解くのにじゃあカッコ1番で証明したこととカッコ2番で証明したことが使いたいと P と Q は異なる素数ですとで、素数の中で唯一特別な素数っていうのがいいねさっきやったいいそれなしっていうのは2は唯一偶数だから、はいね、あ確かにその辺のやりとりねちょっとね、まあ、その辺はちゃんとメンバーシップ で, ってってでだから2は特別唯一偶数な素数なんでじゃあ P が2だったらどうかなっていうともうすぐダメですね2の1乗2引く1なんで1が2 9の2乗これはもうこんなことないですね1イコール2 9次乗ダメですね、はいで、じゃあ Q が2だったら、はい、2の P 引く1引く1が Q が4だから 4P ですねこれもダメですねダメな理由はあそのまあ左が3の倍数まあ別にまああそうか P が奇数だからね、はい、そうですねまあ要するにもう奇数と偶数ですねあそっかもう奇数と偶数、はい、なんでダメとなんで2はもうこれで両方とも排除されましたってことはここの時点で P、Q ともに3以上の素数です3以上の素数だから全部奇数ですはいそうですねなんで P 引く1は奇数引く1だからこれ偶数ですああなるほど3、ね、7とか そ, う、ね、そういうのを引いたら偶数になりますね、ねでそうするとだから P 引く1が偶数ってことでこれでまあこっちに向かって喋った方がいいですからね、はい、P 引く1が偶数ってことでこの括弧1番が使える状態になりますね、はい、そうするとじゃあ P 引く1を逃げるとすると2の 2L 乗引く1が、まあ、P はそのままでいいや PQ の2乗でで今カッコ1番で証明した通りこれ3の倍数です、はい、で3の倍数が P と Q の掛け算ってことは、はい、P か Q が3ですよねこっちが3の倍数で P と Q 素数なんで、はいね、素数で3の倍数ってのは唯一3だけですから、うんねうん、9とか15とかはね素数じゃないんでじゃあもしも P が3ならばと P が3ならこれに入れちゃう2の2乗引く1が29の2乗と、はい、1イコール29の2乗だからこれダメですねこんな感じないですね、うん、さっきと同じようなですねあ3、はい、2の4引く3、うん、P3、うん、P だよねこれ3です3ですだね3だから1イコール9次乗と9イコール11は素数じゃないんで、はい、ダメです、はいはい、でじゃあ9が3ならばとそうすると2の P の 2L 乗引く1が9が3だから 9P と P、はい、3分クッキングね 9P ね 9P ね分かんなかったよでこれがですから因数分解するとこれが使えるよということで、はい、2の L 乗の2乗引く1なんでで、2の L 乗足す1、はい、2の L 乗引く1が 9P で、はいはい、で、これ互いにそう、さっき証明しましたどっちの Q なんですか、それはこれは数字の Q 数字の9、9、9、You know 9、はい、9ね知らない、ねはいねね、知らないじゃない、はい、面白いだ、はい、ねえ、森鉄のくせに面白いじゃん森鉄のくせに今日はここがあるとアルファベットってことねそう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 で、互いにそうです互いにそうってことは、Q を、これ要するにかけて 9P になるのに、3と 3P とかってダメなのね。なぜ ?3 と 3P かけて 9P になるけど、ダメなのは互いにそうじゃない。でしょ?はい。3、ね。なんで、これは分けるとしたら、Q と P か、P と Q か、まあこっちの方がでかいから、9P と1って、Q、Q なの一応あれやのかな。これ一応あれやのこれ、これ多分、まず無理だな2の L 乗引く1が1 L イコール1 L イコール1だとこれでダメなのかな P が3になって Q も 3P も3になっちゃうからねはい P がこれ L イコール1だと今これなんかいかにもダメそうだから先に潰してるんだけど、はい、そうすると2の L 引く1乗が1、はいはい、そうすると L が1、はい、L が1だと P が3、はい、P も3 Q も3だと異なっちゃうから、はい、ダメですね、はい、ダメとで、じゃああとはもうこの2つの関係で、はい、2の L 乗足す1が数字の9、はい、2の L 乗引く1がある素数そうするとこっちでこれで L が3って決まりますね、はい、
8たす1で9で L が3だと6だから P が7、はい、P が7、あ、これ不安ね、 P7、うん、これうまくいってますね。P7 で9が3、これ OK と。で、じゃあこっちはっていうと2の L 乗たす1が P で2の L 乗引く1が数字の、これ数字の9じゃないですか。いや、ほらやっぱややこしいんじゃん。やっぱりややこしいんじゃん。数字の9、しょうがねえよ。問題があって9なんだもん。問題が9で9が出てくるんだからね。ここに来て認めた。で、2の L 乗が10で、こんな数ないですね。ないです、ないね、はい、なんでこれダメっていうことでこれだけが答えになりますということでした。あ、はい、よかった。 P7 で9、きました、ね、はい、はい、はい、合ってるかな。 P イコール793、はい、ちょっとちゃんと見て、ちょっとゴーストライターの回答見て、ね、ゴーストライターじゃんね。証明される、そういう証明問題、証明合ってます、合ってます、ありがとうございます、はい、この9台だもん、あ、9台だけいいね、はい、そう、9台だけいい、 9、 なんだ9がいっぱい出るんだね、数字の9番。 9台の問題はこれ東大と比べてどうなの。これまあごく標準的な整数問題でいい問題だなと思ったから選んだんです。なるほど、はいはい、と思ったら僕がちょっと予想外にできなすぎたということで、はい、じゃあ頑張って、はい、で、田橋さんはこの100問のうち、まあ、通算の、まあ、7、8問かな、はい、を除いて全部やって提出するという約束なんでお願いします。じゃあトイックもやりましょうよ、はい、トイック交換条件でやんないと、はい、My year today is Sunday。どういうことに合ってますか。はい、やってないですよ。感想的にはどうなんですか、今まで東大のレベルやってきて、はい、いや、これできなくて言うのもなんですけど、はい、これ多分東大で出たら簡単な方になると思います。あ、そうなんですね、はい、だけど僕本当に東大の入試以降ちょっと整数問題ちょっと離れてて、あ、ちょっと整数問題ってあれですよね、感覚、うん、まあ、ね、慣れないとなかなかちょっと忘れちゃってて、まあ、言い訳すんなって多分言われると思いますで, できなきゃダメだったんで本当、はい、じゃあぜひこれね、はい、この100問だけ受かるための必要条件なんでお願いします、はい、じゃああれじゃん、カンちゃんからの挑戦状じゃないですか。カンちゃんからの挑戦状、今知らないですか、チャンネル今、はい、やってるんですよ、数学の問題解いて、竹内先生、あ、はい、竹ちゃんからの、はい、じゃあカンちゃんからの挑戦状でこれねやってください。じゃあちょっとやりきれるから、はい、まあでもありがとうございます、はい、お願いします、すごいいい問題だと思って、はい、寒かったら火燃やして焚き火のそれはさすがにできない俺、噴所、噴所工事の噴所ね、噴所、世界史はすごいですからね。さあという感じでした。じゃあ頑張って田橋さん勉強していってください。ありがとうございます、はいはい、悔しかったです、悔しいです、それやっちゃうとあれですけど、そうっす悔しいです